今日は水のイオン石と pH について学びます。例えばビーカーの水に塩酸を少しだけ入れます。すると塩酸は強酸なので完全に電離します。そして水もほんの少しだけ電離します。水が電離する時の反応式はこうなります。逆方向もあるので逆に水に戻る反応も起こります。これが繰り返されるといつかは見かけ上反応が起こっていないように見える時が来ます。これが平衡状態でした。では水の電離についての黄金比を考えてみましょう。まず水の電離の反応式には水と水酸化物イオンと水素イオンが登場しています。ビーカーの中にある水はビーカー全体にあります。ビーカーの中にある水酸化物イオンは水が電離してできたものです。ビーカーの中にある水素イオンは水由来のものと塩酸由来のものを合わせたものになります。あれ、水の黄金比なのに水と関係のない塩酸の H プラスも考えるの？と思うかもしれませんが、あくまで反応式では登場人物として H プラスを確認しただけで、実際のビーカーにある H プラスは塩酸からできたのか水からできたのか区別はできません。ただ黄金比ではビーカーにある H プラスが欲しいので、何からできたかに関わらず登場人物たち全てをビーカーの中から探しましょう。さて、水の黄金比に注目すると、水の濃度が大きすぎて水酸化物イオン濃度、水素イオン濃度の比率が見づらくなっています。なので電離に水が絡むときは水は無視して考えました。このビーカーの中にある水酸化物イオンの濃度とビーカーの中にある水素イオンの濃度が水の電離についての黄金比になります。あれ、そういえば水の電離は無視するんじゃなかった？と思うかもしれませんが、今回は塩酸の濃度が薄いので塩酸から電離した H プラスの量と水から電離した H プラスの量にはそこまで差がありません。薄くない塩酸では塩酸からの H プラスが圧倒的に多かったので無視しても問題ありませんでしたが、今回は同じくらいの量なので無視できなくなっているんです。このように通常では水の電離は考えませんが、薄い溶液が出てきた時は水の電離も考えましょう。さて、今水の電離についての黄金比を考えていたので、例えば水酸化物イオン濃度が大きい状態ならば黄金比になるために水酸化物イオンの濃度が減って水素イオンの濃度が増える反応が起こり、必ず黄金比に戻ります。これをルシャトリエの原理と言いましたね。では水の電離についての黄金比を分数で表してみましょう。反応前と反応後の濃度の比に注目して、反応前の水の濃度と反応後の水素イオンと水酸化物イオンの濃度の比を分数で表したものが黄金比になりますが、電離に絡んだ水は無視するので分子だけになります。ここで今回は塩酸の濃度が超薄いので、ビーカーの中にある水素イオンは水由来のものと塩酸由来のものがあることに注意しましょう。これが黄金比です。ただし反応式の係数が指数にきます。この黄金比を電離定数といって、特に水についての電離定数は別名水のイオン積とも言います。次に pH を学びます。このビーカーの中にある全ての H プラスのパワーを数値化したものが pH です。化学基礎では、例えば水素イオン濃度が 1.0×10−6mol/L の時、pH は指数のこの部分に注目して6と表していましたね。では水素イオン濃度が 2.5×10−6mol/L の時、 pH はどう考えるんでしょうか。これはこの数値が10のマイナス何乗になるかが分かれば、同じように pH を求めることができます。ここの指数は両辺の常用対数をとって、両辺にマイナスをかけると求まります。なぜこの操作が成り立つのかは、右上にある高校数学の動画を確認しておきましょう。なので pH は水素イオン濃度の常用対数をとってマイナスをつけると求めることができます。この公式は何度も出てくるので暗記しておきましょう。ではこの問題を一緒に考えてみましょう。3秒後に解説を始めます。まずビーカーの水に 1.0×10−3mol/L の塩酸を入れます。
これを10万倍に希釈すると塩酸の濃度は 1.0×10⁻⁸ モルパーリットルになります。ここで塩酸は完全に電離します。今回塩酸の濃度が超薄いので水の電離にも注目します。水は一部が電離して逆に水に戻る反応も起こります。これが平衡状態になった時の pH が聞かれています。ここで pH はこの公式で求まるのでビーカーの中の水素イオン濃度が分かれば求めることができます。塩酸からの H プラスは塩酸1粒から H プラス1粒ができるので薄めた塩酸と同じ 1.0×10⁸モルパーリットル。水からの H プラスはどれだけ電離しているか分からないので X モルパーリットルと置きます。 H プラスの濃度は塩酸から出た H プラスと水から出た H プラスを足し算したものなので、あとは X が分かると H プラスの濃度が分かって pH を求めることができます。ここで水のイオン積に注目するとビーカーの中の H プラスの濃度とビーカーの中の OH マイナスの濃度をかけると 1.0×10⁻¹⁴ になります。ビーカーの中の OH マイナスの濃度は水からの OH マイナスしかないので水からの H プラスと同じ量だけの OH マイナスで X モルパーリットルになります。あとはこの式を X について解くと X が求まるので H プラスの濃度が求まります。あとは pH を求める式に代入すると求める pH は 6.98 が答えになります。通常の溶液では水の電離は考えないが、薄い溶液が出てきた時は水の電離も考える。水についての電離定数を特に水のイオン積という。 pH は水素イオン濃度の常用体数をとってマイナスをつけると求めることができる。これを押さえよう。ありがとうございました。授業動画本編では pH は水素イオン濃度の常用体数をとってマイナスをつけると紹介していたけど、参考書によっては常用体数の10が省略されている場合もあるんだ。省略されていたとしてもこの体数の定は10だから計算でする操作は同じだよ。